どうも、皆さん、こんにちは。チャクバスです。本日はですね、ちょっと細かい話、一週間のね、ニュース等々をまとめてね、紹介していきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に行きましょう。まず、OK×AUPay ということで、OK 限定で実施、AUPay コード払いで、1回200円以上利用していただくと、ポンタポイントが最大4倍還元ということで、こちらね、2024年2月の15日から2月の29日まで行われております。で、内容ですね、期間中 OK 各店舗にて1回200円以上の AUPay コード払いでお支払いいただくと、200円ごとにポンタポイント4倍、2% 還元で利用することができるっていう風になります。で、200円で4ポイントですね、利用することができるっていう風になります。で、ポイントの上限は 1AU あたり500ポイントっていう風になりますので、 2% の500ポイントなんで2万5000円までのお支払いが対象っていう風になりますね。 OK ストアのねスーパー利用されてる方結構いらっしゃると思うんですけども、2月中はね AUPay で利用していただくとね、お得に利用することができるっていう風になりますし、 AUPay はねアメックスからまあポイント半額になりますけどね、チャージすることできますんでね、これはいいですね。それでは次ですね。今年ね、もう来ないかと思ったんですけども、D ポイント増量キャンペーンね、最大 15% 増量キャンペーン来ましたね。こちらは、各種ポイントからね、D ポイントに交換していただくと、最大 15% 増量ということで、エントリー必須になっております。残念ながらですね、今回も 10% で漏れなくね、さらに10人に1人 5% 増量ということで、最大 15% ですね。10人に1人は 15% 還元で利用することができます。で、エントリー期間が2024年2月の16日から3月の31日。キャンペーン期間が3月の1日から3月31日ということで、この動画出てるのね、2月の17日とかにね、出てると思うんですけども、まだね、半月以上先なんでね、この点は注意してください。まだ交換しないでくださいね。エントリーだけは受け付けているっていうふうになります。で、キャンペーンの内容はですね、期間中エントリーいただき、キャンペーン対象企業のポイントを D ポイントに交換すると、10% 増量っていう風になります。で、さらに抽選で10人に1人 5% 増量で最大 15% 増量ですね。で、今回のね、参加条件なんですけども、まあ、いつも通りね、利用者登録していただいて、エントリーしていただいて、ポイント交換していただくと、15% 増量で、キャンペーンの対象企業ですね。交換する元のポイントがね、こちら分かれておりまして、3月1日からアメフリとかね、ヒデミツクレジットとかね、ありますよね。先日ね、こちら後でね、紹介しようと思ってたんですけども、ヒデミツクレジットの、プラスポイントもね、こちら、入ってるっていう風になりますんで、こちらですね、アポロプラチナビジネスで、ね、先日発行された方いらっしゃると思うんですけども、入会特典のね、2万2000ポイント付与されたっていう風になりますので、このポイントもね、3月1日以降ね、交換していただければ 10% 増量になりますね。これはいいですね。で、それ以外にも、東京電力とかね、JCB、GMO、JAX とかね、有名なね、ポイントがありますけども、ここら辺がね、3月1日から開始になります。JAL マイルをね、D ポイント経由でね、交換されている方は、この機会にね、一気に D ポイントに交換していただいて、D ポイントに交換した通常分に関しては、JAL マイルにね、交換していただいて、増量された分に関しては、日光フロッキーでね、現金化することもできますし、まあ、D 払いとかね、まあ、ハワイとかで利用していただくとね、お得に利用することができるっていう風になりますので、この機会にね、D ポイント経由で JAL マイルに交換していただくのね、非常におすすめっていう風になります。私もね、ある程度 10% 増量ね、乗りたいなと思っております。それでは次ですね、毎日がプレミアムということで、このね、LYP プレミアムっていうのがですね、非常に強いキャンペーンがやっております。こちらね、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、こちら参加していただきたいなと思うんですけども、毎日がプレミアムということで、会員登録すると合計1万円分のね、相当のクーポン等々はね、もらえるキャンペーンが来ております。こちらは、内容はPayPayポイント4000円相当で3000円の割引券が2枚ですね。すごいっすよね。これね、これ3000円以上で利用することができるクーポンで、まあ、私はね、もうこちら会員登録して、お米2つ購入させていただいたんですけども、ブレンド米じゃないね、お米を1000円ぐらいで10キロ買えたんでね、2つね、めちゃくちゃ最高のキャンペーンですね。
で、こちらの内容なんですけども、対象者限定なんですけども、ほとんどの方がね、ツイッターを見てるとね、ほとんどの方対象ですんで、多分皆さん利用できると思うんですけども、3月31日まで会員登録していただくと、ペイポイントポイント 4,000 ポイントと、ショッピングの 3,000 オフのクーポンが2枚ですね。まあ、これヤフーショッピングで利用することができますので、まあ、基本的にね、ヤフーショッピングなんでね、何でもあるかななんていうふうに思いますので、まあ、ポイントサイト経由でね、このヤフーショッピングで 1% 還元取りつつ、3,000 オフクーポンね、ぜひ利用していただければなと思います。こちら、このプレミアムっていうのは有料サービスなんですよね。で、3ヶ月無料になってると思うんですよね。そうですね。3ヶ月無料で自動更新になりますんで、で3ヶ月後にね、解約ね、し忘れないようにしていただければなと思います。今からね、リマイン君とかね、LINE で友達登録して、設定しておくとね、LINE でね、通知してくれるサービスとかもありますんで、ぜひそちら利用して、解約ね、忘れないようにしてください。なんでね、こんなキャンペーンやってるのかね、本当によくわかんないですけども、めちゃくちゃお得なんでね、ぜひ利用してください。それでは次ですね、残念ながらね、こちら ANA ソニーバンクウォレットはね、対象外なんですけども、プロパーって言えばいいのかな、ソニーバンクウォレットの ANA じゃないやつがね、久しぶりに利用する方、最大 18% キャッシュバックキャンペーンがやってるんですよね。初めの方と久しぶりの方ですね。キャンペーン期間が2024年の2月の13日から4月の30日。対象者は次の条件を全て満たすほどということで、国内の対面のお買い物サービスのご利用機会にソニーバンクウォレットを利用すること、2023年8月1日時点で、およびキャンペーン終了、2024年4月30日時点で、ソニーバンクウォレットの対象犬種を保有していること、8月1日から1月31日の期間、対面非対面に変わらずソニーバンクウォレットで国内ショッピングの利用がないこと、またね、こちらね、エントリーが必要ということで、このセミナー案件とプレゼント画面より応募することということで、こちらがね、対象上限になりまして、ご利用金額の 18% をですね、キャッシュバックするっていうね、キャンペーンになってるんですよね。で、通常でもね、ソニーバンクウォレットは国内ショッピングの利用で 5% か 2% のキャッシュバックをしていますので、まあ、最大ね、20% 還元っていうふうになります。で、対象犬種はこちらですね、スタンダードとポストペットとソニーバンクウォレットプレイステーションデザインということで、これね、ANA マイレージクラブね、入れていただければね、嬉しいんですけども、ANA のね、ソニーバンクウォレットは対象外っていう風になります。キャッシュバックの上限なんですけども、2024年6月時点の有料プログラム S ステージによって決まりますので、ステージなし、シルバーの方は2000円、ゴールドプラチナの方は3000円ということで、18% で2000円っていう風になりますんで、11,120円になりますかね。2000円と2001円ぐらいになりますんでね。まあ、大体 11,120円ぐらいの、利用分で2000円キャッシュバックっていう感じですかね。で、キャッシュバックの付与は、2024年6月28日までに対象となるお客様のソニー銀行円口座に入金っていう風になります。まあね、初めての方であったり、久しぶりの方はですね、こちらね、18% キャッシュバック利用することできますんで、これはね、めちゃくちゃいいですね。対象だったらね、ありがたかったんですけども、私は残念ながらね、対象外という風になります。それではですね、セゾンコネクトですね、サンドラック、先着6万名様で 30% キャッシュバック、期間中500円までということで、来ております。こちらね、セゾンとアメックス、まあ、セゾンのね、クレジットカードで、アメックスのね、国際ブランドのやつで、エントリーできるね、アメリカンエクスプレスコネクトっていうやつですね。今ね、サンドラックで 30% キャッシュバック来てますので、ぜひこちら2月の15日から3月28日、こちらクレジットカード1枚ずつね、登録することができて、概要欄にね、載せておきますんで、ぜひね、エントリーしておきましょう。まあ、サンドラックなんでね、結構いろんなクーポンあると思いますんで、クーポンとかね、併用したらね、結構お得に利用することができるのではないかと思いますので、ぜひこちらね、使っておきましょう。それでは次ですね。こちらね、V プリカって皆さん知ってますかね。まあ一応あるんですけども、この V プリカはですね、今までね、この使い切りの商品だったわけなんですけども、なんとね、2024年5月にね、大幅リニューアルを行うということで、繰り返しチャージできる商品に生まれ変わってですね、またね、リアルカードも発行して、店舗で利用することができるようになるみたいですね。これはね、チャージルートの一つとして使えるのではないかと思っておりますので、まあ、クレカでチャージできるかちょっとわかんないですけどね。今後ね、どんな感じになるか不明ですけども、一応ね、この V プリカね、物理カードね、発行できるようになるみたいなんで、これはね、ちょっと楽しみですよね。
それでは次にですね、こちら先ほどね、軽く話しましたけれども、アポロプラチナビジネスね、発行できた方、これはね、ポイントサイトも案件が利用できて、これ入会特典でね、これ2万2000相当なんですけども、ポイントももらえるということで、まあ、年会費2万2000かかるんですけども、ポイントサイトで実質無料で入会特典だけもらえちゃうっていうね、めちゃくちゃお得な案件があったわけなんですけども、途中からね、ほとんどの人の審査を落とすっていうね、暴挙に出たね、このアポロプラチナビジネスカードなんですけども、2万2000ポイント、入会特典のポイントね、付与されておりますので、もしね、発行できた方はですね、ぜひね、こちらポイント交換しておきましょう。私はね、D ポイントにですね、交換させていただきます。それでは次ですね。ちょっとね、一つの動画にするか非常に迷ったんですけれども、残念ながらね、今回7個ポイントから ANA マイル、交換キャンペーン増量来たんですけれども、レートが良くない。前回までね、非常に良かったわけなんですけども、ずっと待ってた方ね、いらっしゃると思うんですけども、残念ながらね、そんなに良くありません。7個ポイントから ANA マイル 20% レートアップキャンペーンということで、こちらもね、3月1日からまだね、開始になっておりませんので、この点注意してください。期間は3月1日から3月31日。キャンペーン内容は、期間中7個ポイントを ANA マイルに交換しなくと、通常500ポイントが250マイルのところ、500ポイントが300マイルになりますということで、20% 増量キャンペーンですね。今まで 40% 増量が2022年のね、調べたら10月とかだったんですよね、前回が。で、去年がなくて、今年がね、発表あってね、結構、ああ、来たと思ったんですけども、残念ながらね、昔は、500マイルが、350マイルだったかな。はい、交換することができたっていう風になりますんで、いや、待ってた方ね、非常に多かったと思うんですけども、残念ながらですね、レートはね、そんなに良くないっていう風になりますんで、ニモカルート、もしくは、みずほルートでね、交換された方が、まあいいかなっていうところですね。ですので、わざわざこの7個ポイントに変えて ANA マイルに交換するっていうよりかは、7個ポイントが500ポイント以上ね、ある方に関しては、今回のキャンペーンで交換しておくと、まあお得だっていうところですかね。で、こちらね、交換後、反映されるまでですね、だいたい2日から7日でね、積算ということで非常に早いですよね。まあ特にね、3月1日以降ね、何か特別なことをする必要はございませんので、まあ交換だけしていただければですね、レートアップされるっていう風になりますんで、もしね、実際に交換のね、手順が知りたいっていう方は、コメントいただければ、実際のね、操作画面ね、動画解説出しますので、ぜひコメントいただければなと思います。まあ、いずれにしてもね、3月1日以降なんでね、キャンペーン始まるので、まだね、キャンペーン前ですんでね、まだ交換しないでください。それでは次ですね、ANA のプレスリリース来ております。ANA 国際線第2ターミナル出発便が10便増の26便に拡大ということで、いやね、非常に増えるんですね。なんとね、ANA 羽田発のニューヨーク、ソウル、バンコクなどの合計26便が羽田空港第2ターミナルから出発いたしますということで、今ね、16便なんですけども、26便に拡大するということで、あんまりね、制限エリアが広くないので、こんなに移行すると思ってなかったんですけども、第2ターミナルの国際線ね、かなり増えるんですね。で、注意していただきたいのはこちらですね。第2ターミナルの国内線から国際線の乗り継ぎは所要時間最大55分で乗り継ぎいただけますということで、やはりね、第2ターミナルで国際線がね、出るっていう風になっておりますんで、今ね、第3ターミナルと第2ターミナルね、両方使いますけども、こちらね、乗り継ぎの時にね、結構時間要しますんでね、この点本当に注意していただければなと思います。で、今回のね、増える便なんですけども、3月31日から羽田空港第2ターミナルで国際線施設出発ということで、こちらがね、対象になっておりまして、この新規って書いてあるところが、まあ、新しくね、導入されるということで、ニューヨークとかのね、NH120、これ結構私利用させていただいてたわけなんですけども、これとかもね、第2ターミナルから出発するんですね。またね、10時45分。こちらは私乗ったことないんですけど、こちらに関してもね、ニューヨーク便、22時45分。こちらもね、第2ターミナルからね、出発する。また、ウィーン・ミュンヘンとかもね、第2ターミナルから出発っていう風になりますんで、ANA のね、国際線利用される方は、本当にね、この第2なのか第3なのかね、まあ移動するのにね、まあ、15分から20分くらいかかると思いますんでね、これはね、本当に注意していただきたいな、なんていう風に
思います。それでは次にですね、ステータスカード ANA、JAL 両方ともね、次の年度のね、ステータスカード、申し込みが開始になっております。こちらに関してはですね、国際線で利用される方は必ずね、申し込みしておきましょう。やはりね、チェックインカウンターとかで、まあちゃんとね、このステータスがね、紐づいていればいいんですけども、紐づいてない時にですね、アプリで出してね、カード見せろって言われることね、私ありましたんで、これはね、ANA、JAL 両方ともね、海外で利用される方はまたね、定系の航空会社とかでね、利用される方は確実にこのプラスチックカードね、もらっておきましょう。で、ANA の方は2024年2月の15日の14時からね、もうね、申し込むことができるっていう風になっておりますんで、希望の方はね、申し込んでおきましょう。私もね、後ほどこちら両方ともね、申し込みたいと思っておりまして、JAL の方も2024年の2月の15日からですね、はい、申し込むことができるっていう風になりますんで、忘れずにね、国際線利用される予定のある方は、申し込みね、しといてください。それでは次ですね、こちら JAL モールでですね、JAL 国際線就航70周年記念のオリジナルアイテムがね、発売されておりまして、もう残念ながらね、時計とかね、もうソールドアウトになっているわけなんですけども、まだね、T シャツとかね、パーカーとかもね、さっき見たらありましたので、こちらね、好きな方結構いらっしゃるのではないかと思いますので、ぜひね、こちらチェックしていただければなと思います。この T シャツとかね、いいですよね。エアバス350-1000とかのね、パーカーとかもね、ありましたんで、ちょっとお値段はね、パーカーで1万3000なんで結構お高いですけどね。こちらね、結構いいですよね。私もちょっと1着ぐらい欲しいんですけども、高いですね。それでは次にですね、ジップエアがですね、なんとゴールデンウィークのホノルル便増便決定してるんですよね。で、これね、4月の25日から5月の5日で、私ね、検索した時にね、本当にここら辺の日程でね、往復10万ぐらい。まあ、一番安くてね、10万ぐらいなんで、まあ、手荷物とか入れてもね、11万ぐらいでね、利用できる路線、まだあったっていう風になりますんで、今年のね、ゴールデンウィークで、ね、ホノルル便、ジップエア利用されたいっていう方は、ぜひね、検索してみていただければなと思います。ゴールデンウィークで往復10万ちょっととかね、本当にすごいですよね。それでは次ですね。こちら自発的なエスケープということで、これね、ちょっと Google 翻訳で予約してるんで、かなり変なあれになっておりますけれども、シンガポール航空で減額マイルキャンペーンを行われております。予約は2024年2月の29日までっていう風になりまして、利用期間が3月1日から4月の30日までっていう風になります。で、今回ね、いつもこのね、シンガポール航空の減額マイルキャンペーンって日本路線あるんですけども、結構ね、渋かったんですけども、今回ね、日本路線ね、いくつかありまして、こちらですね、シンガポールから名古屋、名古屋からシンガポールということで、シンガポールから名古屋の往復ですね、片道エコノミークラス 18,900 マイル。で、ビジネスクラスは 36,400 マイルということで、こちらブラックアウトとかもね、ありますんで、利用される方はですね、詳しく見てから利用していただければなと思うんですけども、こちらね、シンガポール航空の減額マイルキャンペーン、シンガポール航空のマイルのいいところは、サーチャージかかんないんですよね。ですので、まあ、こちらで、ね、4万マイルで往復することできるわけなんですけども、ネイサーチャージかかんないんでね、非常におすすめです。で、またね、福岡と、福岡シンガポール路線もね、同マイルで出ておりまして、東京からシンガポールとかね、今回多分初なんじゃないですかね、入ってるんですけれども、シンガポールから東京しか入ってないんですよね。ですので、東京からシンガポールは対象外っていうね、向こうから来ることはできるんですけど、こっちから行けないみたいなね。まあ、そんな感じで、ですので、片道はね、普通のマイル数でね、予約する必要があるんですけども、東京からシンガポール、シンガポールから大阪もね、今回 18,900 マイルで出ているっていう風になるんですよね。またね、いつも通りロサンゼルスから成田、っていうのもね出ているんですけども、こちらね 26,950 マイルで利用することできるんですけども、これもねロサンゼルスから成田あるんですけど、成田からロサンゼルスがね今回入ってないんですよね。ですので片方は普通のマイルでね利用する必要があるんですけども、まあロスから成田でね 26,950 マイルですからね、ユナイテッド航空のマイレージプラスの片道よりね全然安いっていう風になりますんで、これはめちゃくちゃいいですよね。シンガポール航空のね、減額マイルキャンペーンっていうのは、まあ日本路線はね、そんなに多くないんですけれども、シンガポールから先とかね、利用する場合はね、非常にお得だったりいたしますので、利用予定ある方はですね、ぜひね、チェックしてください。それでは次ですね、こちらね、見覚えある方いらっしゃると思うんですけども、こちらは三井住友カードの解約画面に行くと、
次のね、年会費が無料になるかもしれないっていうやつですね。まあ、私の動画でもうね、3年前くらいになると思うんですけども、一応その動画ね、概要欄に載せておきますんで、詳しく見たい方はね、そちら見ていただければなと思うんですけども、ANA のね、三井住友カードが発行している ANA ビザマスターカードであったり、あとね、三井住友カードのプロパーのカードとかもそうなんですけども、こちらね、解約画面に行くと、次の年会費ね、優遇します。無料にしますっていうのがあるんですよね。で、今までね、本当に ANA のビザプラチナプレミアムとかね、7万とか年会費するようなクレジットカードも、こちらね、出た方もいらっしゃるっていう風になりますんで、もしね、ANA のビザマスター利用されている方は、ぜひね、こちら、心配な方はね、やんないでください。というのも、これね、もう一個次の画面に行って、本当に解約すると SFC 外れたりしちゃいますので、まあ、自信を持ってね、利用できる方のみね、ぜひ見ていただければなと思うんですけども、年会費、翌年のね、年会費無料になりますんでね。で、またね、もう一個ね、こちら、非常に最近話題になったんですけども、こちらのプラチナプリファードですね。最近私の動画でね、外貨決済が 3% だったり、スマホタッチ決済対象で 7%、クレカ積み立て 5% ということで、まあ、いろんなことがね、1枚に済みますんで、結構お勧めさせていただいてるんですよね。ANA マイル還元率も最大で 2.25 ということで、ANA カードよりね、マイルが溜まってしまうこの三井住友プラチナプリファードで、めちゃくちゃお勧めさせていただいているわけなんですけども、こちらのカードでも、このね、年会費優遇出た方が、いらっしゃるんですよね。で、この方は1月9日に発行して、2月の10日にね、これが出たということで、2024年、今年の2月の26日引き落とし分っていう風になりますんで、初年度の年会費が無料になった人までいるんですよね。これやばいですよね。ですので、もしね、初年度の年会費ね、無料にされたいっていう方は、こちらね、ぜひ V パスからね、利用することができて、まあ、先ほど言った動画でね、どういった感じでこの画面に行けるかっていうのをね、やっておりますので、ぜひそちら挑戦ね、してみていただければなと思います。注意事項としては、このね、三井住友プラチナプリファードね、今ね、入会して、40万円で4万ポイントっていうキャンペーンやってますよね。そのキャンペーン多分ね、こちら受けるとおそらく外れちゃうんじゃないかと思いますので、まあ、この点だけね、年会費無料になる分、新規入会キャンペーンで、ね、多分外れると思いますので、ポイントより年会費ね、3,000円節約されたいっていう方は、ぜひね、こちら見ていただくのがね、いいのではないのかなと思います。いやね、この三井住友プラチナプリファードね、めちゃくちゃお勧めさせていただいているんですけども、まさかね、初年度からこちらね、取れるっていう方がね、いらっしゃるとは思いませんでしたので、非常にびっくりなわけなんですけども、これはね、ほんとすごいですよね。それではね、マリタイムバンクですね。こちらね、概要欄にね、公式サイト載せておきますので、今ね、Amazon ギフト券、会員登録するだけで、1000円もらえるっていう風になりますんで、これはね、ちゃちゃっとやっておきましょう。会員登録ね、済むと、書き留めがね、届きますんで、それをね、入力していただくだけで、Amazon ギフト券1000円もらえますんでね、これめちゃくちゃ簡単なんでね、ぜひ、忘れずに利用ね、していただければなと思います。クラウドファンディング系でやっておりますけれども、いつ終わるかね、正直わかりませんので、ぜひね、やっておきましょう。はい、ということで、今回ですね、ちょっと細かい話ということで、1週間のニュースね、まとめて紹介させていただきました。やはりね、このプラチナプリファードね、初年度年会費無料になったのやばくないですか？はい、3,000円ね、まあ、年会費かかるわけなんですけども、まあ、新規入会キャンペーン多分外れちゃうと思うんですけども、まあ、それでもね、3,000円。払わないでいいんだったら、それでもいいかもしれないですよね。はい。クレカ積み立て 5% 還元とか、外貨決済 3% 還元とかね、目当てで発行されている方は、まあね、初年度年会費無料だった方がね、絶対いいですよね。プラチナプリファードに関しては、まあ、SFC 作ったりね、しませんので、まあ間違えてね、解約しちゃっても、まあまた発行すればいいだけなんでね、まあ大丈夫かな、なんていうふうに思うんですけども、ANA のね、クレジットカードで SFC ついている方は、本当にね、注意してやっていただければな、と思います。紹介しているね、動画も自己責任って書いてあると思うんですけども、SFC ね、外れてしまうと、また修行しなきゃいけないんでね、本当にそこだけ注意ね、していただければな、と思います。ということで、今回の動画、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、ポイントサイト診断、マイルクレカ診断ね、最近始めましたので、ぜひね、こちらから無料で利用することできますので、クレジットカード迷ってたり、ポイントサイト迷ってたりしましたらですね、ぜひね、こちら利用していただければなと思います。ということで、今回の動画、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。